VTR ビートオン。ビリーフ当時、世界遺産当時を舞台に2年目を迎える京都発の現代アートフェスティバル。未来を担う子どもたち、そして全国や世界で活躍するさまざまなジャンルのプロアーティストたちがこの日当時の舞台に集結。仕掛け人は勝つ。ブレイキンで世界2位の一撃、ロックバンド界の風雲児 1GK でも活躍中。福祉施設でもブレイキンを教える勝つならではの熱くも心温まるイベントの様子をレポートしましょう。まずは観覧無料で開催された未来の部のステージをダイジェストでご覧いただきましょう。我らがビートライブサポートチームビークロー、そしてオフィシャルチームもフルメンバーで登場しました。僕ね、今回あそこでね、ほぼ見てるんですよ。今回はちゃんと見よう思って、みんな見てて、もう圧巻のチーム力というか、あとみんなのこうまっすぐなね、やっぱりね、それが一番したいです。日本変えてくるのは君たちなんで、親御さんに感謝して、ターボーさんに感謝して、いいダンサーの前にいい人間になってほしいと思います。やっぱ最後はそこですもんね。はい、どうですか。ありがとうございます。来年に向けて、来年ね、平安神宮決定してるんでね、あ、来年も出てください。やだよ。 B-Drive TV。ライブペインティング、ジャグリングなど子供から大人まで楽しめるワークショップコーナー。そして露店の数も昨年の倍。みんなエンジョイしていました。熱い。さあ、ここから後半戦、有料プロアーティストの部が始まりました。ダイジェストでご覧いただきましょう。いよいよ主催者勝の 1GK が登場。名優ボディーカーニバル、そして一撃も参加したステージをご覧ください。
ーディーカーニバルにおいて拍手。京都変えようや。正しい奴らが正しいことできるようにと思ってやっています。なので答えはね、みんな一つだけ持ってるはずなんですよ。それをこうね、何かと比べたり、テレビと比べたり、 SNS と比べたり、一回閉じてここで喋って親からもらったこの体、お母さんとお世話になる、お父さんにありがとう、横の人にありがとう、そして答えを見つけてみよう。オンリーワンアンサー、たった一つの答え。ありがとうございます。友情に包まれたステージをご覧いただきました。この後スペシャルなゲスト、アーティストが登場しましたが、番組レポートはここまで。京都から世界発信を目指すビリーフ、来年は平野神宮での開催が決まっているということで、ますます熱く盛り上がるイベントを期待しています。